WHO、中国の社会強化を画策、WHO 基金を創設で、本日、WHO が個人や各種団体、企業から寄付を受け付ける WHO 基金を設立すると発表しました。こちら、WHO の裁量で自由に活用できる見通しとされておりますが、この WHO 基金に対して、中国が金を出して、 基金の幹部が中国の影響を受けた方ばかりになるんじゃないかと指摘が相次いでおりますけどもこういった WHO の問題現在も何ら解決していない中でさらにですね新たに問題が引き起こされつつありますので WHO には こういった基金を設立するのであれば、中国など特定の国の影響を完全に排除できる仕組みを導入していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。